ギャビン・ブライアーズ、ギャビン・ブライアーズ、ギャビン・ブライアーズ、1943年1月16日隊は、イギリスの作曲家で、コントラバスの演奏家でもある。ヨークシャーのクールに生まれた、ブライアーズは、シェフィールド大学で哲学を学んだ後に、3年間音楽を、学んだ。彼の最初の音楽的な業績として挙げられるのは、ジャズベーシストとして参加し、デレク・ベイリー、 トニー・オックスレイと共演したジョーゼフ・ホルブルックである。19世紀のイギリスの作曲家の名前をバンド名にしたこのトリオは当初は比較的に伝統的なジャズのレパートリーを演奏していたが、1965年の作品ではジョン・コルトレーンを演奏している。やがてフリー・インプロビゼーションへの演奏へ移行していく。しかし、若いベーシストが 格式バった方法でジャズを演奏しているのを見て不自然さを感じた。ブライアーズはジャズベースの演奏に不満を抱くようになり作曲へ興味を移していった。彼の作曲家としての初期の作品はジョン・ケージ、イリノイ大学滞在時に短期間であるが、ブライアーズとケージは共に作曲を学んでいるモートン・フェルドマン、アール・ブラウン、ミニマル・ミュージックなどのニューヨーク周辺の音楽の 影響を強く受けている。1969年に、ポーツマスの美術学生のために書いた作品、タイタニック号の沈没、ザ・シンキング・オブ・ザ・タイタニックにより、ブライアーズの名は世に知れ渡ることとなる。彼はこの作品において、1912年に、北、大西洋の海に沈んだタイタニック号の看板上で、最後まで演奏を続けていた。 楽団員たちの演奏を生き残った乗客や船員たちの証言をもとに再現しようと試みる。宮沢賢治の小説をもとにしたアニメ映画銀河鉄道の夜1985年では人々を安らかな死へと送り出す賛美歌オータム主よ身元にとして描かれた。ブライアーズは諸説ある証言の中から船と共に氷の海へ沈んでいった楽団員たちが 間際まで演奏した曲として賛美歌、オータムを選択。1975年のレコーディング、ブライアン・イーノのアブス・キューア・レコーズよりリリースの際に、実際の楽団と同じ6弦構成で25分間、オータムを繰り返し演奏した。タイタニック号の沈没は、ブライアーズにとってライフワーク、ワーク・イン・プログレス。常に進行中の作品となり、新たな証言や資料をもとに、 これまでに3回録音され、楽曲の構成や演奏者の形態も異なっている。最新の録音は1995年に行われたもので、密閉されたスタジオとは異なる反響空間を作るために貯水塔やプールでの演奏を行っている。沈み行く船を表現する多数の効果音が散りばめられ、新たにもう一曲の賛美歌と子供の合唱なども加わった1995年版。 61分は過去2回の録音と比べ、さらに重層な音響空間が構築されている。なお、1995年版には初回プレス特典として、イギリスのエレクトロニカのアーティスト、リチャード・ D ・ジェームズ、FX ツインのリックス・レイジング・ザ・タイタニックがシングル CD が収められており、テクノのアーティストたちへ、本作品、1975年版含むが与えた。 影響が大きいことを示している。その他、彼の初期の作品では、イエスの血は、決して私を見捨てたことはない、やそ、ブラッドネバーフェイルド・ミー・エット、1971年がよく知られている。この作品は、不老者が、賛美歌、イエスの血は、決して私を見捨てたことはないを抑揚をつけながら、即興で歌っているのを延々とループさせ、オーケストレーションが徐々に増加し、 やがてゆっくりとフェードアウトしていく。この作品も同じく1993年に再録音されており、トム・ウェイツが最後のセクションにボーカルとして参加している。この時期、ブライアーズは楽団ポーツマス・シンフォニアを結成、音楽の素養がない素人の学生たちを集め、クラシック音楽を演奏させるという試みを行った。 この最初から音楽的な完全性が期待できない一種の偶然性の音楽に属する手法はブライアン・イーノにも影響を与えている。ブライアーズの後期の作品には BBC ラジオさんと芸術団体アートエンジェルの委託を受けて作曲されたかける男、A イン、A ルーム、ガンボリング1992年がある。この曲でブライアーズはスペインの彫刻家、 ホア・メノスがカード・トバクの最中にいかに、イカ様をやるのかを、詳細に物語っているモノローグのバックで美しい、オーケストレーションを演奏させている。実際、ラジオ3のオンエア時には、あらかじめ一切の説明もアナウンスもしないまま、10個の短い作品がオンエアされたが、ブライアーズはこれについて、ラジオ4でオンエアされている、会場気象予報と同じように、 リスナーの想像力をかき立てつつ、自然に受け入れられることを望んでいた、と語っている。ブライアーズはこれまで、上記の他にも三つのオペラ、三つの弦楽史重奏曲、数曲の公共曲を含む多くの作品を作曲している。マース・カニンガムのために書き下ろした、バイッペドなど、振付へのための作品もある。現在も、イギリスで暮らし、夏の間は、 カナダの西海岸の都市、ブリティッシュコロンビアで過ごしている。ドユモントフォート大学、デモンファートユニバーシティ、前レスターポリテクニックレスターパリテクニックに音楽学科を設立し、1986年から1994年まで教壇に立ったことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。